麗な状態ですが、キョキョがかなり落ち葉入れてるんで、キョキョそのままね、思わせぶりなね、ちょっと女優さん的なところがありますから、もう入っちゃうかな、どうしようかなって感じで、なかなかね、思わせぶりでしょう、キョキョ。日中、木に登ることほとんどないですけど、この時期は木に登る時があります。でこの彼がこの建物の反対側、左側にあの1メートルぐらいのフェンスが続いてるんですよ。おそらくそれを飛び越えて会いに来てると思うんで、ワイルドな彼と呼んでるんですけど。あ、来ました、来て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 、ポロ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 、早かったですか、あっという間に来ましたね。今日も聞こえるんだね。撮れました動画。あ、よかった、はい、瞬間移動募集して、もうね、キョンキョンどうですか、5、6粒ぐらいは落ちましたからね、うん、そうそうそう、もうでも満足する量じゃないんで、キョンキョンちょっと呆然としてますよね。から前は体に当たるぐらい落ちてきたのにって思ってると思うんですよ。こんな少ない探してるすか、ね、はずない、見えない、こんな少ないはずない、毎回毎回探してるって、思ってね、もうあっという間に食べちゃうんで、もう食後の胃がありするとか、あります、あります。だから私ももうそろそろね、いい時間かなと思ってるんですけど、キョンキョン、クイズアップして、キョンキョン、可愛いね。キョンキョンはもうこんな、諦めたらすぐあの水飲みに行くと思いますが。ああ、そう。まだ諦めないですね、キョン。まだ諦めてない。まだあるかもしれない。諦めました。水飲みに行きますか。意外と早い。もう水浴びするよ。諦めが今日は。はい。で、あの綺麗好きなんで、人間が歯を磨く感じで、必死にくちばしをこすりつけながら、汚れを落としながら掃除しますが、カラスとかいますかね。あと木がこうちょっと風で揺れてガラスに反射するとちょっと怖い物体に見えたりして、わーって逃げる時があります、ね、なんか上見てますね、ボックスみたいな。もう落ちてこないで、落ちてないかな。まだ落ちてきて、あ、はい、水を飲み始めましたね。またしばらく餌は落ちてこないって分かってるんです。水探しの旅に行くか、もしかしたら水浴びをしてくれるかもしれない。ちょっとね、本当に気分次第なんですよね、水浴びが。すごい、こっち側は見えてるんですかね。そうです。いつも見られてて、疲れなかった。いや、本当にね、ストレスを受けるんですけど、ぴょんぴょんストレスにも強くて、ね、本当に選ばれたナンバーなんですね。代わりがいないわけですよ、ね、本当にこう、四六時中ね、こんな見られて。ね、嫌だったらこう、なんか隠れちゃって出てこないとか。そうです、そうです、そうなんです。それが本来の女バルクリの姿なんで。ですね、こうやって逆になんか私たちが観察されてるみたいな感じで好奇心いっぱいに寄ってきますからね。またですね、ちょっと3月から7月が繁殖期で、この時期がもう恋する時期の始まりなんですけど、この時期やっぱりあのくちばしとか足の赤みが増します。やっぱりあの今も綺麗ですけど、一段と赤みが増すんで、やっぱり綺麗に見えるのはこの繁殖期なんですね。でまたその求愛行動も一生懸命今日も頑張ってますから、この時は泣いたりなんかする、あ、します、します。その一般的によく聞かれるのが縄張り主張の鳴き方で、
一話でいるんで、仲間に自分の存在を主張して、キョ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 とか、キュ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 って鳴くんですよ。そのキョキョって鳴き声からキョンキョンって名前を選ばれまして、これはちょっと話題になって、小泉局さんの名人のことを選ばれたっていうのもありますけどね。はい、なので、その、一話が鳴ると、周りが泣き返してるんですよ。私もここにいる、私もここにいるよと。で、パッコロ状